スコットランドの氏族、スコットランドの氏族、スコットランドの氏族、スコテッシュクランズは、中世から近世のスコットランドにおける社会制度であり、現在も続く社会的、文化的伝統である。ゲール人、ノース人など多様な民族的根拠の中から作られ、アルバ王国など、代々のスコットランド王朝の総資権の元高度な自治を維持していた。族制度は18世紀に解体するが、 ロマン主義を契機に19世紀、それまでとは異なる形で再生した。各種族の中体は現在まで受け継がれ、クランに属するクランタータンはスコットランド文化象徴となっている。種族制度が後半に行き渡ったハイランド地方は、寒冷な気候と、急峻な崖や山岳地帯に阻まれ、ブリテン島の他地域に比べて著しく不便な交通状態にある。 島の外に視点を移せば、東はスカンジナビア、西は島所部とアイルランドに挟まれた地域になっている。陸続きであるブリテン島南部からの往来は難しかったが、海からハイランドに渡ることは難しいことではなかった。比べて、ローランド地方は比較的軽らかな地形で、ハドリアノスの頂上で区切られてはいたものの、イングランドに開かれていた。 したがって、イングランドやスコットランド中央政府の影響を受けやすく、スコットランドの産業化においては先進地域となった。その一方で、ハイランド同様アイルランドにも近かった。ハイランドとローランドで大きく分かれる地理的条件から、西から、ゲール人、南から、ブリトン人、アングル人、北から、ノース人といった多種にわたる民族が流れ込んできた。混じり合った。 諸民族は、各々の文化を融合させ、独自の自治制度すなわち、士族制度を作り上げた。各士族は10世紀から12世紀頃にかけて成立したが、特に士族制度が行き渡ったのは隔絶した地理源を持つハイランド地方であった。ゲール語のクロンは子供たちを意味する。各々の一族は共通の祖先の子孫で、近所に住む者同士のグループから始まった。 当初は核となる大きな種族に小さな種族が従属する形をとっていたが、これらの種族は次第にまとまり、相互扶助のために強固な一種族となった。種族のルーツはいくつかの類型に分類されるが明らかでない種族も多い。しばしば種族名の頭につく。マクはゲール語で息子、マックを意味し、時代を経るに従い、子孫の意味を有するに至った。 マクドナルドは、ドナルドの息子、子孫ということになる。その他、ノルマン人勢力が祖先であるとする氏族、アングル人の王の末裔と主張する氏族など、そのルーツは様々である。しかしこうした起源は、文字資料など信頼できる証拠が少なく、多くは伝承の意見を出ていない。十二世紀から十三世紀頃に氏族が出揃うと、氏族は、名目上は、 エディンバラのスコットランド王朝に従いつつも、ほぼ完全な自治権を有した。各士族は互いに、勢力争いを繰り返したが、統一士族ができることはなかった。それぞれの士族は、厳密には異民族同士であり、標準や取り込みという工作ができなかったためであり、また本気で、敵対士族を滅ぼすという発想もなかったためである。彼らの構想は、境界線をめぐる。 小ゼリ愛に泊まっていた。ダスカス、士族の領地の所有をめぐって、士族間で争いになることがしばしばあった。自分の士族に属すると思われていた農民が、他の氏族に時代を徴収されたりするという例が、多く、こうしたい境が戦争に発展することになった。また、若者は、通過儀礼として、敵対士族から牛を盗んでくるおきてになっていた。 かくして、ハイランド地方の士族社会は、異世界の種に尽きなかった。また、スコットランド外側との関わりもあった。チューダー朝、イングランドと対立していた、アイルランドのゲール人勢力は、西岸地域の士族を巻き込んで、イングランドに相対した。しかし、スチュアート朝のジェームズ6世の時代に大規模な、アイルランド植民政策が取られ、17世紀には、 アイルランドとのつながりは薄れていった。やまない紛争に、士族たちは、法律の整備で決着をつけようと試みた。牛泥棒の監修は違法とされ、軽装の和解のために家畜を送ることが定められた。これは一定の成果を上げたが、これを守らない貴族もまた多く、士族の法を破って、盗賊集団と化する者もたびたび現れた。彼らは、カテラン、キャターンスと呼ばれた。 カテランたちはグループをなして行動し、各地で略奪行為を働いたが、一方で屈強な兵士という評判も高く、ローランドの有力者に傭兵として抱えられることもあった。一方でハイランドゲームという祝祭も模様された。これは12世紀頃にその起源が遡るとされるが、各種族が集まって、検討や重量上げなど、最強の戦士を決めるコンテストであった。 定期的に行われたのか、継続して行われたのか、またどのような競技があったのかなど、その歴史については不明の部分が多い。廃れた時期もあったが、18世紀後半に、オシアンによる、士族復活劇が起こると、その波に乗って復活市民族の伝統行事の地位を得た。17世紀に三王国戦争が始まると、士族たちは国民名役を結成した。 名役は領域を広げようとする、キャンベル氏族の長アーマル公やサザランド氏族らに支持され、チャールズ一世に反旗を翻し、スコットランドの支配を目指した。中立を維持する氏族たちは、グラハム氏族出身のモントローズ公につき、長老制教会組織が維持される限りにおいて、チャールズ一世支持した。こうして、スコットランド氏族は二つに割れ、内戦が始まった。 スコットランドの内戦は1644年から1647年にかけて起こった。国王を支持するドナルド士クらもモントローズ公に組みして戦ったが、この内戦はアーガイル公側の勝利に終わった。スコットランドは一時的に名役による自治政府が作られたが、1660年に王政復興がなるとアーガイル公とその領主は処刑された。 1682年、ジェームズ王子は、ハイランドの平和を維持するために、族委員会を作った。族委員会は、各族長によって構成され、これによって、ハイランドにようやく平和が訪れた。ジェームズが王位についたとき、ハイランド人は、ジェームズ二世を熱烈に支持した。1688年、イングランド議会によって、ジェームズ二世が追放、名誉革命されると、 ハイランド氏族たちは激しく反発、ジェームズ2世の復権を主張して革命に反発した。ジェームズ2世を支持する人々という意味からジャコバイトと名付けられた彼らは名役を結成してイングランド議会に公然と範囲を示した。ジャコバイトの勢力が広がりつつあるハイランドに対してスコットランド政府はジャコバイトを盗賊集団と決めつけて距離を置いた。 ジャコバイトはその後しばらくスコットランドで広がりを見せたが、1746年のカロデンの戦いで惨敗を喫し、参戦したジャコバイトの士族長たちは、その勢力を大きくそがあれ、領地を失い、国外に逃れる者もいた。イングランド政府は再発防止のため禁止法、アクト・オブ・プロスクリプションを制定した。この法によって、ハイランドに軍を常駐させて監視し、武装解除され、 軍隊などの例外を除き、キルト、タータン、バグパイプ、ハイランドゲーム、ゲール語の使用に至るまで禁止となった。この法は1782年に解かれるが、氏族の影響力は壊滅的打撃を受けた。その後、氏族長や貴族たちは、地主としてイングランドの上流階級とその社会に取り込まれていった。 イングランド的であることが良いこととされ、イングランドの慣習を取り入れようと競った。富裕なハイランド人は富と洗練度を求め、それは労働者や農民への集奪につながった。さらに、イングランドで牛肉や洋肉の需要が高まると、その価格も上昇し、時代に跳ね返った。時代の高騰は農民たちの生活を直撃し、北アメリカ植民地など海外への移住を決意する。 ものが続出した。種族制度は遅れた前近代的な制度という見られ方に変わっていった。18世紀中盤には種族制度は過去のものとなり、スコットランドにも近代化の波が押し寄せるが、一人の施作家によって劇的な変化が起こった。ジェームズ・マクファーソンの詩集、オシアンがそれである。1760年にオシアンは、 ハイランドに伝わるゲール号民間伝承を再構成して英訳出版したものであったが、その美しさは全ヨーロッパの知識人たちを驚愕させ、ロマン主義の浸透に火をつけた。スタール夫人やシャトーブリアンらはオシアンを絶賛し、ナポレオンは愛読書として傾向した。未開で野蛮と思われたスコットランドに、ダンテにも劣らぬ崇高で、美しい物語が存在したことは、 ジャコバイトの敗北で打ちひしがれるスコットランド人たちに新たな誇りをもたらした。スコットランドの人々はこれをきっかけに失われた誇りを取り戻す運動を始めた。イングランド人によって発明されたはずのキルトが伝統的な民族衣装となり各人町々であったタータン柄は士族ごとに統一された。士族制度が不徹底だったローランド地方にも士族が確立され、 氏族に名を連ねることが、スコットランド人の名誉となった。折しも海外へ移民を進めた、スコットランド人たちは、移民先でも、氏族への帰属意識を忘れなかった。世界各地で氏族の支部が作られ、総本部の城では、毎年、氏族の集まりが開かれるようになった。この習慣は、限定的だが、現代にも続いている。ハイランドの氏族システムは、 ノース人及びケルト人の文化のみならず、ノルマン的封建社会を取り入れて作られた。氏族長、チーフや昭王は、それぞれの氏族の集会の選挙によって、キメラ、ゲール人、アルバ王国の総主権の元地方支配を許された。氏族長になるためには、死を迎えつつある、原始族長の指名を受けて、候補者となる必要があった。そしてタニストリーと呼ばれる、 狩猟選定制度に則っ,って候補の中から選ばれた。この仕組みは選挙制度と世襲制度をうまく釣り合わせたもので、封建的原則の元実質上は強引に基づく長首相であった。ダスカスと呼ばれた氏族の財産、遺産は、これを奉仕する氏族長及び貴族階級が氏族民から受託されたものとされ、その中で長は権威づけられ、 氏族と氏族民の土地を守る義務を負った。各氏族はそれぞれに法典を作り、氏族長の権威の正当性を証明する文書として、機能した。何らかの係争や犯罪があった場合、氏族の中で仲裁が行われた。原告、被告がそれぞれに貴族に申し立てを行い、氏族長が議長となって法廷を開いた。同様に氏族間で係争が起こった場合、 長同士が代表判事として法廷に出席し、同席する貴族はそれぞれ同数と定められていた。裁判の結果は記録され、賠償、制裁を命じられた側はそれに逆らうことを許されなかった。この時に定められる賠償、量刑は、被害者の年齢や地位及び犯罪であればその性質を総合的に考慮して定められた。そして保証ないし執行がひとたび行われれば、 その件は完全に終わったとされ、さらに保証を求めたり、復讐行為に及んだりすることは固く戒められた。こうした形争、裁判を迅速に処理するために、士族たちは友好条約を結び、共通の制度を導入することもあった。士族内で子供は幼少のうちに里子に出された。これによって多くの大人がたくさんの子供に接することになり、 氏族内の結びつきを強める働きをした。氏族長の子は有力貴族の家で育てられた。実の親は里親に養育の費用を払うこともあった。これは後にイングランド政府から禁じられるが、この慣習は衰えなかった。また、カルプ、功能、相続税制度も氏族一の機構の一つとなった。課長が死亡した時、氏族長への忠誠の証として、 自発的に収められた。また、氏族内の婚姻にあたっても、花嫁、花婿の嫁入り婿入りとして、金貨や家畜が送られた。氏族の税制は、時代収入とカルプ、貢ぎ物によって成り立っていた。氏族内の土地で工作する家には、時代とカルプが、外の土地に住む者にはカルプのみが課された。下級貴族は割り当てられた地域を運営するだけでなく、農民に、 作物の種子や農具を貸し与え、ローランドに家畜や作物を売りに行く行商の助けをした。この行商は次第に栄え、家畜商人たちの中には富を得る者も,も現れた。合商は貴族たちの負債を引き受ける代わりに辞書譲り受け、地主となった。だ。族社会には兵役をはじめとする動員制度も持っていた。結婚式や葬式。 ハイランドゲーム及び戦争に至るまで、氏族長の命令によって動員された。この動員制度によって、ハイランド氏族は高度な独立性と団結力を維持し得た。スコットランド政府も16世紀後半から、各氏族との協力関係を重視するようになった。氏族長たちに交際を買ってもらい、代わりに領土を政府が安堵した。政府は、その一方で、氏族長たちに、 定期的にエディンバラに来るよう求めた。彼ら氏族長を不在地主化させ、氏族とのつながりを弱める狙いからであった。ビクトリア朝時代のタータン列以来、特定のクランに属し、特定のクランを示すクランタータンは、スコットランドのクランの重要な要素となっている。タータンの着用や、そのデザイン並びに命名は自由だが、クランのタータンを公式に定める権限は、 族長の仕事と考えられている。リオン教がそのタータンをスコットランド紋章院に登録したように、実際に族長がそのクランのタータンを登録した例もあり、これはタータンが紋章に並ぶクランの権威ある以上であることを示せている。その一方で、クランに固有のタータンがあるという考えは18世紀後期において行き渡ったものでもある。 タータン自体はその起源は5世紀のアイルランドにも遡り、それもヨーロッパ大陸のケルト人がもたらした可能性が示唆されているが、スコットランドにおける記録に確認されるタータンは、傭兵隊などごく限られた団体において同じものを着用する以外、地域による色の傾向こそあれ、その柄は人により様々であり、クランに対応するものではなかった。ハイランド教会が、 クラン名に対応するタータンを決め始めたのは1815年のことで、その多くのクランタータンは19世紀のベスタイリアム・スコタカムという本を参考に登録されている。この本はソビエスキ・スチュアート兄弟の著作で、クランタータンの古写本の複製として売られたが、内容は完全な創作だった。後に偽物であることが明らかとなったが、その本が起源となって、 今も使われているクランタータンも多い。スコットランドの士族と日本の戦国大名に代表される士族は、英語圏では共にクラーンと呼ばれ、家族的地域コミュニティとして並んで論じられる場合が、しばしばある。何らかの関連があるわけではないが、両者は家計ごとにまとまって、勢力をなし、総主権の下に他の氏族、クラーンごと勢力争いをしていたという点。 時代にもよるが、文家の家庭によって、絆が薄まってゆき、時代が下ると、全く別の家となったり、時には、同族で争ったり、逆に他の氏族を、勢力化に加えたり点でも類似性が見られる。しかし、スコットランド氏族に比べて、日本の氏族は、緩やかな集合体であり、また、スコットランドの氏族は、氏名と承認によって、氏族長が決められたが、日本の氏族は、 着子相続を原則とする者他の子による下国上、または、文家による下国上もあるも、かとする、実力社会だった。こうした違いはあるものの、海外、特に英語圏においては、スコットランド氏族と中国の氏族、並びに守護大名、戦国、大名など、日本の氏族が同列に論じられる風潮は、現在も続いている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。